ものすごく最悪の学生で学校は行かない。大体みんなが帰る頃にちょっと行ってちゃちゃっと課題やってピャって出しちゃってって感じです。あと何してたかっていうとアルバイトで、アルバイトしてお金貯めていろんなとこ行っちゃうんです。結構日本は狭いなって思っていて、そうじゃない世界を見たかった。京都だと祇園みたいなとこ、東京だと六本木とかそういうところで結構危なくないけれども、ある程度お金になる仕事があったんですね。綺麗に着飾ってちょっとこうお酒を出す仕事みたいなのがある。でもそれは危険な仕事ではない。で、相手はその何て言うか、医者とか弁護士とか国会議員とかそういう人たち、そういうところがあって、そこで結構働きました。で、そこでガバッとこうお金を貯めて、それでこう夏休みとか冬休みずっといなくなって他のとこ行っちゃうみたいな、そんな感じが多かったですね。それはバイトの一つで、もう一個のバイトはデザインの会社で働く。で、こっちの方は全然ペイしないんです。全くお金にならない。だけどいろんな仕事が現場でできるので、私はデザイナーになりたかったから、いろいろこうやってみるわけですよね。そうすると自分の向き不向きがよくわかるんです。例えば本当はインテリアの設計とかやりたかったんです。でも図面引いてごらん、まさこちゃんとか言われて、こうやって引いてみると線はニョロニョロになっちゃうし、その当時はコンピューターがないから線がこう曲がっちゃうし、図面を青焼きしてくださいって言われたら、青焼きの機械にうまく描けられなくて紙がバリ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 ってこうなっちゃったりとかね。そういう、やっぱり私はこれはダメだなって思って、でいろいろそういうことをやりながら自分の適性が分かるわけですね、そっちの方は。だからその2本立てのアルバイトを結構やっていました。そうですね、大体1回生2回生とかそういうことやってて、3回生になると選考に分かれるんですね。その時に染色に行ったんですけれども、そこではちょっと染色にのめり込んで、ずっとそこは作品を作ってました。それまでは染色っていうのは女の人が集まって織物を織るんだろうと思ってたわけですよね。でも染色の先生が面白い先生で、アメリカからちょうど帰ってきた翌年だったんですよ。だから通常のその染色じゃなくて、やりたいことやっていいんだよっていう、そういう先生だったんですね。だから私は何したかっていうと、天井からこう糸つって、それでそこにこうライトを当てて、でその間をこう自分がこう歩いていくんですね。そうすると自分が歩くと空気が動く、空気が動くと糸が動くみたいな、人間とその物との関係とか関わり合いとか、そういうことを表現したかった。でそういうのを何て言うか、まあ今で言うところのパフォーマンスみたいなのをやったりして、それが作品だったんですね。そんなことをやっています。とかいろんな、神奈川県立近代美術館とか、なんかいろんなところでなんか展覧会があって、そういうところに学生の頃から何て言うか引っ張られて作品を展示するようなことができた。だけどやっぱりもう日本でやってても限界があって、これ全然ペイしないし、仕事にならないし、生活できないし、これはダメだと思って、やっぱ外に行って、一番やっぱりその何て言うか、タクシーがいっぱい、イエローキャブがいっぱい走ってるところで「ヘイタクシー」って言わなきゃタクシーは止まらない。 それと同じで、やっぱりそのいろんな仕事があるところに行きたかったから、まったによくお金貯めては行っていた。だけどその時はいわゆるコンセプチュアルアートの一番最後の終末期みたいな感じで、美術の世界がもう本当に冷え込んでる感じだったんですね。で先が見えないし、どうなるかも分かんないし、でも私はやっぱり仕事をしたかった、多分。でいろいろそういうとこフラフラしてたんですよ。そしたらたまたまこういろんな美術館入ると古いものに出会うわけですよね。日本ではそういういろんな世界のいろんな文化の古いものって出会う場所がないけど、例えばメトロポリタン美術館とかはフラフラって入るとエジプシャンのところがあって、エジプトの神殿があったりとか。ジューシュミュージアムに行ったら、ジューシュのそういうね、ものが古いものとかがあって、でそういうようなものが一人の個人のね、なんかその個の中の葛藤っていうのは近代の美術の根源になってると思うけど、もうそういうようなものを全然こう取り払ったところの人間の、名もない人間ですよね。それも名前が今残っていない名もない人間の総合的な行為が集積しているところのものっていうのをものすごくたくさん見た。
で、その時になんかちょっと打ちのめされる感があって、自分一人でね、何かその私は作ろうとか作んなきゃとか何かがしたいとかって思ってる個の狭さみたいなのをすごくまざまざと知らされたんですね。で、そういうところを、私はそういうところに踏み込んで、そういうところを調査したいなっていうふうに思って、それがすごく大きなドライブになって変わっていったと思います、自分自身がね。そのテキスタイルミュージアムっていうところに最初行ったんですけれども、そこでね、最初はコンサーベーションディパートメントっていう保存修復のところに入ったんです。で、それはなぜかっていうと、まさかそのテクニカルにはそういうことをこう作ったりするようなバックグラウンドがあるから、保存修復のところにまず入った方がいいんじゃないかって言われて、そこで1年間トレーニングを受けたんですけど、こう縫っててね、3日ぐらいはいいけど4日ぐらいになるとなんかもう嫌だって思ったの 私もこれ続けられない、もう多分無理って思って、でボスのセラ・グリーンっていうセラにちょっと相談したんですよ。セラね、オーサベーションやりたいと思ったけど3日ぐらいちょっと無理かな、なんか私やっぱキュラトリアディパートメントに変わりたいっていう、学芸の方に変わりたいって言ったんですね。したらセラは何しろ基本になるのはストラクチャーだっていうんですね。ストラクチャーっていうのは組織の織物の組織のことなんです。で、テキスタイルの研究するには織物の組織のことが分かんないとダメなんだから、あなたこれを勉強しなさいって、ドーンって一冊こう大きなこのぐらいの本をバンみたいな机の上にこう置いてくれて、これを勉強しなさいっていう感じだったんですよね。で、それは何かっていうと「Primary Structures of Fabrics」っていう本なんですけども、テキスタイルミュージアムに学芸員がいて、その人がテキスタイルミュージアムの全ての、織物を、精査して、その組織を系統立てて分析した本なんです。で、その本がこのいわゆるその何て言うかな、染色の研究のファンデーションみたいになる本だけど、あんまりにも難しくて誰も分かんない聖書みたいな感じの本なんですよ。で、それを勉強しなさいってセラが言って、じゃあやってみようかなって始めたんです。で、最初こうやってみたら意味わかんないし、まず英語を読んで頭痛くなっちゃうし、3時間ぐらいしたらもうなんかクラクラしちゃって、もう嫌だみたいになって、そういうのを1週間ぐらい続けて、これは私ダメだなと思ったんですね。だけど中に写真があったの、織物の。で、写真に対してそのディスクリプションっていうその英語の英文が3ページぐらいある。で、この英文を読んでも意味わかんないけど、この写真のものを見たらきっとわかるんじゃないかって私は思って、セラに9 to 5、9時から5時は私はコンサーベーションディパートメントのインターンでインターンします。だ、この仕事します。だけどそれ以外は私の仕事、私は勉強したい。だから9 to 5でこのものを見せてくれって言ったんですね。それでセラは、じゃあそんなにそういうふうに思うんだったら、あなたに顕微鏡の使い方を教えてあげますって言ってくれて、顕微鏡の使い方と、それからそのバイブルの一番最初のページから一番最後のページまであるそのものを、例えば今日は1ページから10ページって言ったら1ページから10ページのものを倉庫から出してくれたんですよ。で、私それを顕微鏡でこう見ながらこう読んだら意味が分かるの。で、それがすっごく面白くなっちゃって、それをこう読んだ。で、全部こうやって、で、最後にセラにリポートを書いたんですね。顕微鏡を見たので、それ全部写真に撮って、で、それをまとめた。だけどエミリーの考え方にはこういう問題があると思う。問題の1番はこれ、2番はこれ、3番はこれってこう書いてある。そしたらセラがそれを見てびっくりして、こんな人は今まで見たことがないって言うんですね。で、プライマリーストラクチャーって誰もわからない秘技の本のようなものなのに、あなたはそれを分かって、なおかつそれを問題点を指摘した、こんな人は初めて見た、あなたは面白い子だって言われたんです。で、それからセラはいろんな何て言うか、機会を私にチャンスをくれるようになった。まさここれやってみない、まさここれやってみないっていうふうにいろんなチャンスをくれるようになった。それがすごく大きかったと思います。私はそのテキスタイルミュージアムとメトロポリタン美術館で働いて、そこでの経験が自分のベースになってるんですよね。で、テキスタイルミュージアムはそのプライマリーストラクチャーズっていう、これが分かることが私にとってはものすごく大きな武器なんですね。で、もう一個はメトロポリタン美術館での仕事は、ジェームズ・ワットっていう人のリサーチアシスタントだった中国のデコラティブアートの専門家なんですね。で、すごく大きな
画期的な展覧会をやったんです。それは「When Silk Was Gold」っていうやつで、いわゆる元の中国の元の時代にいろんなそのテクスタイルがいろんなところからシルクロードを経由してこう中国に入ってくるし、モンゴルっていうこのエンパイアがあって、元朝ってモンゴル人のエンパイアだから、でそういうモンゴル人の系統でいろんなこう染色品が世界から流れてきて、それが中国の中を大きく変えていく。で中国のデコラティブアートを何て言うかな、多民族の公文詩みたいにして読み替えていくんですよね。でそれがやっぱり私にはすごく大きなインパクトで、日本から見てる中国っていうのは、日本っていうのはちっちゃなウィンドウからしかものは見えないわけですよ。こうやって小さな4つの海の上にある突起だから、私たちその上に座ってなんかやってるわけですから。だけど大陸に行ったりするともっと大きなものの見方にぶつかるわけですよね。それでジェームズが教えてくれたのは、そういうこう民族の攻防、多様なる民族の攻防史、交流史としてものを見ていくっていう、それの大きなものの見方を私に教えてくれたと思うんですよね。で私はその後に16世紀になって大航海時代っていうのが始まって、日本にポルトガル人が来たりオランダ人が来たりしますよね。でもう日本の扉が世界に開く時代なんですね。そうするといろんな染色品が入ってくる。でそういうようなものに影響を受けながら日本のものも外に出ていくし、全世界の染色品が回り始めるんですよね。でだから日本に帰ってきた時に、テクニカルにはプライマリー・ストラクチャーズ・ファブリックスっていうテクスタイル・ミュージアムで習った染色の分析の技法、それから大きなものを見る見方としてはメトロポリタン美術館ですごく触発されたその文化の交流史としてものを読み込むっていう、この2つを組み合わせて日本でしかできない仕事をやろうと思った。それが今やってるその16世紀とか17世紀とか18世紀の日本の中に入ってくる、あるいは出ていくさまざまな多様な染色品の交流史っていうやつなんです。顕微鏡でよく見るってことでしょうね。それはどういうことかっていうと、物は黙ってるんですよね。それで死んでしまって倉庫のあっちの方に埃が溜まって埋もれているものなんですよね。だけどそれがこう目の前に立ち現れてきた時に、耳を傾けるとその声が聞こえる時がある。だからその声を何て言うの、声なき声を聞くっていうかな、物が持ってる声なき声を聞くっていうかな、そういうことをしようと思う。なぜならそれはすごい喜びだから、楽しいからです。面白い。ああ、高山ってね、やっぱり江戸時代に山が崩壊しちゃった。今台風とかいっぱい来ますよね。でああいうような災害がやっぱり江戸時代も立て続けにあったんですね。それでそういう被害を受けて、いろいろな懸装品とか矛とかが崩れてしまって、で最後にいろいろ京都はいろんな大火が、大火事が3回ぐらいあって、そういう時にも燃えてしまって、矛はもう燃え尽きてしまって、ご神体っていう神様があるんですけど、神様の頭部 そういうようなものが残ったり、ごく少数しか残らなくてもう何もなくなってしまったんですね。でもうずっと長らく休み山になっていた江戸の末から。だけど何としてもそれを復興したいっていう気持ちがあって、それでそれを復興しようっていうプロジェクトが始まったんですね。でそれで2022、来年再来年にこの巡行に完全復興しようっていうことで、今いろんなプロジェクトが動いています。それでその中で、じゃあ何か芸大でできることはないかなと思って、他の実技の先生ともちょっと声をかけてみて、みんなでそのお祭りに出る人はみんな何か着なきゃいけないですね。だからお祭りに出る人が着るもの、それをデザインして、あとその矛、上の方はね、幕類は大変なんです。3,000万円とか5,000万円とかすごい金額の、すごい特別な職人のあしらいなんですけど、一番下に裾幕っていう幕をかけるんですね。それは写真なんていうか車体が見えなくなるように隠す幕なんだけど、それも重要なんです。その全体のバランスを考えるときにね。でそこの幕は割合とその金額はそんな大層なものではないし、いわゆるその文化財の中にはそこは入らない。
で、逆に言うと自由にやることができるんですね。だからじゃあ裾まくもみたいなことになって、裾まくとそれからその着るもの、衣装、そういうのを少しずつそのイヤバイイヤーで作っていくっていうことになったんです。今は綴織の調査をしてるんですね。で、綴織っていうのは全世界でいろいろ同時多発的にこう出てくるんですけれども、ヨーロッパの方もあるし、中近東もあるし、それから中国圏もあるし、だけどそういうようなものが、同時で多発的に起こりながら、層を重ねながら、やっぱりシルクロードあたりでこう重なり合いながら西から東に動いていくっていう大きな流れがあるんですね。で、それが日本の中にどうやって入ってきて着地したかっていうのは、割合と分かっているようで分かっていないことなんです。で、そこを私はクリアにしたい。で、一番最後にその東アジアの果ての果ての果てに、どうやってそれが収まってきて、どうやってそれが着地したのかっていう、そこを明らかにすることによって、全こうなんていうの、文明の中の大きな流れの最終終着点が見えるわけですよね。で、これをやるのは日本人の研究者しかできないから、私はそれをやりたいと思ってやってるのが一つで、もう一個はこの前オファーがあって、オランダなんですけども、オランダにデンハ、ハーグっていう町があって、そこに平和の宮殿っていうのがあるんですね。で、そこに壁に綴織が貼られているんですね。で、それの綴織を含めてカンファレンスをするので来てくださいって招聘されたんです。それでコロナでこのカンファレンス延期になって、今いつやるのかよく分かんないんですけど、それもやっぱり明治の頃の川島甚兵衛っていう人が作ったものなんですけど、それをこう調べていくと、やっぱりヨーロッパと、それから日本と、それからその背後にある中国と、それから明治の頃にいろいろ甚兵衛がスタディしていった、いわゆるそのフランスのゴブランとか、そういうようなものとかがつながってくる、そこの接着点になってるんですね。だから、それを調べて、それでそのデンハーグでこう話すことによって、やっぱりその東アジアのものを見ながら、ヨーロッパを見、東アジアのものを見ながら、その根源にある中国を見っていう、そう世界がやっぱりつながってるっていうことを世界にアピールすることができますよね。で、そういう時にやっぱりその多民族が多様に、なんていうか、こういるいろいろなその相手の状況を見合いながら、流れをこう作っていったっていう、そういうことをね、歴史の中を掘り返して思い起こして、そういうこう人間の共存の在り方があるんだよって世界に示すことが、私はすごく重要だと思う。で、私はそういう仕事をしたい。そのためにそういうハーグの仕事とかもやりたいなって思ってます。ことをやればいいんじゃないかと思いますよ。多分好きじゃないことを一生懸命やっても長く続かない。で、私の場合はすごく時間がかかったんですね。最終的に仕事をしたいしたいと思いながら、ちゃんとまともに食えるようになったのはここに来てですよ。だから40代になってからね。だけど、結局自分がなんとなくその染色がやっぱり面白くて、それでこうなんか他の仕事もやってみるんですね。だけど、やっぱりそういうのって長く続かなくって、染色のところになんかこう自分が戻ってきちゃうんですよね。こんなの飯も食えないし、仕事にもなんないし、生活もできないし、どうしようって思うんだけど、でも最後までそれを結局は手放さなくてやり続けたら、なんか自分今がこうなんかここにいるみたいな感じなので、結局そのなんていうかな、自分が好きなことを、嫌いじゃなくて辛くないことを、好きじゃなくてもいいんですよ。私、好きって言われるとなかなかないから、そういうものって見つからない。でも、やってて辛くないこと、そういうようなものがもし一つでもあれば、それを何らかの形で続けるといいと思う。そうすると、なんかそこで他人と違う努力をプラス一つすれば、ちょっとドアが開くことがある。そんな感じですかね。はい。